今夏はハイゴールとかもありますけど、こちらハイゴールですけど、あ、じゃあかき氷のどうしようかな、宇治、はい、待ってきますね。はい。よいしょ。喫茶浜屋さん、甘党ですね。創業して70年ぐらいのお店なんですけども、まあ、この、ね、ぜんざいもここでお茶を打ってということで、でこのかき氷も氷をね、買ってここで削ってるみたいですね。あの本当にあの優しいぜんざいというか、もう昔ながらのねぜんざい、味に癖もなくね、そんなにもむちゃくちゃ甘いってわけじゃなくて、本当にあのすっと入ってくるような甘さ、かき氷もね、あの氷が本当にあのふわっと優しい感じですね。ぜひあの皆さん行ってみてください。目の前が萩の茶屋駅があります。そこからもうすぐです。徒歩15秒ぐらいです。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。